現在エネルギー充填 98%、 あと少しです。なぜだ。なぜ白き月の落とし子たちは私の邪魔をする。私は白き月と一つになりたいだけなのに。白き月もなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白き月を変えてしまったのか、それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白き月の方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。攻撃を開始しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒き月の中からも続々と現れています。チキショー、数に任せてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。被害状況は？ D ブロック左舷に直撃。幻想系がオーバーロードし始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できんのか。このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。司令、攻撃衛星5機こちらに突っ込んできます。ダメです。直撃きます。エルシオールがタクトさん。いえ、それより早く黒き月を。了解。エルシオール、全速前進。黒き月のコアを狙える。エネルギー 100%、 充填完了です。発射準備、照準合わせ。
黒き月は消滅したんですね。やったやった、私たちの大勝利よ。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれたマイヤーズ。そなたは公国の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。私は自分のなすべきことをしただけです。いえ、タクトさんが無事で何よりでした。これで戦いは終わったのですね。はい、タクトさん。そうか、もう出発するか、タクト。そうかのう、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで。唯一の皇族である芝王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。皇家内部の争いに皇国中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。まあおかげでこちらは大変じゃがな、クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあそれもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。これでしばらくは会えなくなるの。名残惜しいが。辺境にはまだエオニア軍の残党がいる可能性もあるからな。それに黒き月のようなロストテクノロジーがまだ存在しているかもしれん。お前たちにはそれを探索してきてもらいたい。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。
見送りに行かなくてよかったの、シヴァ。はい、ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時にはあなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだわかりません。自由な未来というのは漠然としすぎていて、ですが一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。この戦いは実に多くの犠牲を生みました。戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や皇族の方々、私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ、それは決して忘れてはならないと思います。彼らのために、そしてこれからを生きる人々のために、この世界をより素晴らしいものにすること、それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。そろそろ出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。私たちがいなくなってもしっかりやるのよ。そういうとこが心配なんじゃない。まったく、まあタクトらしいといえばらしいけどね。辺境調査は気の長い任務と聞いていますが、もし途中で退屈になったらいつでも白き月にいらしてくださいね。いいえ、お礼を言わなければならないのは私の方ですが。世の中にはタクトさんのように常識にとらわれない奔放な方もいらっしゃるということに気づかせていただきましたから。辺境まで出かけて行ってあるかどうかもわからないロストテクノロジーを探すなんて、タクトもほんときつい仕事に好かれてるらしいね。そういうタクトだから心配はしてないさ。あんたならやり遂げるって信じてるよ。短い間に随分成長したもんだね。なんだか嬉しいような寂しいような複雑な気分だよ。もう、あたしたちの間のお別れはもう済ませたから大丈夫だよ。バニラなりに気を使ってるんだろうさ。そうですね、会うとまたお別れが辛くなっちゃうし。本人がタクトと辺境調査隊に同行するって決めたんだから、笑って送り出してあげましょう。タクトさん、バニラさんのことをよろしくお願いしますわ。
エルシオール、まもなくトランスバール法制の重力圏を離脱します。宝箱の中身は綺麗な宝石ばかりとは限らないんだな。バニラさんなら展望公園だと思います。行ってこいよタクト。ブリッジなら俺がいるから問題ない。はい、こちらです。クジラルームから散歩に連れてきていたところなんです。これが宇宙マルハチドリです。こっちが宇宙ミンク、それに宇宙ウサギです。私もこの子たちのことが好きです。みんなとても元気がよくて。あ、こら、つついちゃダメ。くすぐったい。そうですか。自分では気がつきませんでしたが。そうかもしれません。でも私が変わったとしたら、それはタクトさんのそばにいたからです。タクトさんと一緒にエルシオールにいられて、動物たちに囲まれて、この旅はいい思い出になりそうです。あ、そうですね。私、嬉しいです。ありがとうございます。ずっとそばにいさせてください。これからもずっと。